はい、今日の動画は大好きなマックの体縁とバーガーいろいろ食べながら晩酌していきたいと思います。前々回の動画がマックの動画で、ちょっと体縁の発売を予測できず立て続けにマックの動画になってしまったんですけれども、ご了承いただければと思います。ちょっとすでにいい匂いが漂ってきているんですけれども、今回もクーポン使ってます。ガーリックオニオンダブチ1個490円、カラダブチ1個490円、トリチ1個550円。カラダブチ大好きすぎるから、カラダブチを2つにしてあと1個とか考えたんだけど、ガーリックオニオンダブチもトリチもちょっと美味しそうだなと思って、今回は3種類勢いで買ってきたけど、バーガー3個って食べれるのかな。前回のサムライマックにオニオンスライスがめちゃくちゃうまかったから、今回もオニオンスライス入ったサラダ買ってきました。念願やっと体縁とご対面できました。それでは早速ビールと始めていきたいと思います。今日はがっつり系のバーガーなので、ビールもちょっと濃いめに本麒麟。今日は一日結構頑張った日なので、よりしみると思います。うまそうすぎる。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。たまにね、ビールが知らない間に増えてる、注がれてる時があると思うんだけど、それはサムネ撮影をした後です。私は本来であれば好きなものは最後に取っとくタイプの人間なんだけど、でも大人になって最近思うのは、よく言うじゃん、空腹は一番のスパイスだって。お腹を空いてる時こそ好きなものを食べる。ということで今日は体縁からいきます。本当に会いたかった。どれだけ待ったことか。これですよ、この赤いチーズ。このハラペーニョもめっちゃうまいのよ。こんなもんかな。いただきます。めっちゃ幸せ。いや、ここ最近で一番幸せかもしれない。マックの商品にしては珍しくちゃんと辛いのが嬉しい。体縁って意外と水分量、ソースの水分量とか少ないから、ここに本当はトマトの、スライストマトの水分量が入るとより絶品。黒ビールでも良かったなと思って迷ったんだよね。黒ビールか本麒麟か。野菜って毎日しっかり食べる方なんだけど、このこってりしたものと生野菜の組み合わせが本当に好き。やっぱお酒好きな人たち、酒飲みの人たちはトマト、玉ねぎ、キノコ、これは積極的に取りましょう、体のために。でもさ、生の玉ねぎ苦手な人って結構いるよね。あっという間に体縁ラスト一口。いつも幸せをありがとう、本当に。おそらくトリチって肉3枚だよね。多分一番がっつりだから、これを間に挟もうかな。重量感見えるかな、これ。チーズが、失礼します。
ハンバーガーを開く作業がなんかすごい申し訳ないことしてるように感じてしまう。野菜を挟むことによってすごい厚さが増して食べるのが大変。マックのお肉三段重ねのバーガーって思ってみたら初めて食べるわ。初めて見る断面でちょっとびっくりしちゃった。こんなに分厚い肉の層見たことなかったから驚きです。パティが3枚重ねだからか、よりお肉の香ばしさが伝わる。幸せすぎてニヤニヤが止まらない。美味しいもの食べてるといつも切実に思う。お腹いっぱいになりたくない。満腹の時が来ないでほしいって思う。バーガーを食べてちょっと詰まりそうになったのを酒で流す。2本目は氷結のもったいないっていうシリーズで、高知県産本館使ったやつ。規格外になってしまったもったいない果物とかを使ってるシリーズ。缶チューハイもさ、この間まで秋の梨とかブドウとかのラインナップだったのに、もう柚子とかみかんとか出てきてて、季節の流れを感じる。最近196シリーズばっか飲んでたから、久しぶりに氷結飲んだんだけど、やっぱ氷結の果実そのもの、素材そのものの味を引き出す力すごいわ。一口飲んですごいポン感思い出したもん。ちゃんと皮っていうか中の白い筋っぽいところ、そういうところの香りまでするんだよね。ここで皮剥いてんじゃないかみたいな匂いするから。うまいんだけど。空腹に一発目本麒麟 6% ぶち込んだ時って結構酔うんだよね。ラストです。これは新商品だったかな、多分。ガーリックオニオンダブチ。3つあるけど、3つが3つともちゃんと個性がある。すごい黒胡椒の存在感。ガーリックオニオンなのにね、さらにオニオンを追加してしまったんですけれども。黒胡椒がたっぷり入った、これがガーリックソースなのかな。ソース感が一番強い。
ダブッチシリーズ今日3つ食べたけど、どの商品にも共通して言えることは、やっぱこのビーフパティの存在感がめちゃくちゃ強い。ビーフパティ2枚の存在感にも負けない辛さもあるから、特に辛ダブチが美味しいのかもしれない。うん、うん、たまに来るピクルスがすごい爽やか。ラスト一口。今日は待ちに待った体縁の日ということで、もう終始表情から何やらで伝わったと思います。美味しくて幸せな感じが。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。石焼きも、お芋